今週の重賞展望お願いします。はい、キーンランドカップ新潟、はい、2歳小倉サマージャンプ、どれから、はい、キーンランドからいきます。はい、キーンランドカップからいきましょう。はい、キーンランドカップは、サマースプリントシリーズの第5戦ですよね。で、もうついに一着馬にスプリンターズステークスでの優勝出走権という言葉、その秋の G1 に対しての言葉も出てきましたね。で、まずスプリントシリーズの点数でどうなってますか？なんか乗ってますよ。ファストホース1位、ヨカヨカ2位、オールワッターン3位、ビアンフェが3位。ミッキーブリランでしか出てないですね。そうですね。なるほどね。ですね、まあ天気をまず見ましょうか。焼きの通販夏だけですかね。いやそれは分からないです。通販が始まったから今年からやから。なるほど。それは店側にお問い合わせしてもらっていいですかね。そうですね、宗広さんに聞くのも面白いですけど、なんかお店の人じゃないですか。店の人じゃないんで、それは、はい、あっこの通販のホームページでお問い合わせで普通にメール返ってきますんで。なんでかって言ったら、私ね、誕生日の友達にその日焼きりの通販をラーメン好きの友達に東京に何月何日って、そのみんなが集まってるところにボンと届くようにしたんですね。で、日にち指定とかがなかったから、できますかって送ったらちゃんと返事返ってきて、できますよってやり取りしてくれるから、聞いてくださいぜひ。はい、天気はまずね、はい、全部曇りとかですね。で、まあ水曜木曜はちょっと雨降りそうやけど、まあ土曜日曜は 40% とかの曇りとかやから、これがどう変わるかはちょっと注意しないとダメですね。うん、まあ、雨の可能性もなきにしもあらずですね。では行きましょう。はい、はい、まず人気と、そうですね、まあ、一番注目としてはやっぱ山菜牝馬の、山菜牝馬が2頭いますよね。しかも両方とも重賞ウィナー、まあ、はい、1頭は桜花賞でしんがり負けしたメイケイエールですよね。まあもうね、横山典弘騎手がそんな簡単な馬じゃないって言い捨てたメイケイエールね。そうですね、まあ1200に距離が短縮するっていうのは、まあもちろんもう最高のね、好材料でしょうね。まあゲートが悪い時がたまにあるっていうのはちょっと嫌ですけど、まあ、1200やったらスピード全開でしょうね。陣営はどう言ってますかね。いや、このぐらいのレベルだと言うと思います、ね、合ってます、はい。動詞は気にならない。調教でうまくコントロールが効いていると。なるほどね。まあちょっとここは、まあ、ただね、やっぱ常識、千人に距離が短縮することはもちろんプラスには違いないですけど、常識にかからない馬やから、どんなことをするかというのはありますけどね。なので、そうですね、常にこの馬に関しては頭ってひもなし、まあ、全成績を見ても4002で2着3着ないじゃないですか。はい、まあ、こういう結果をこれからも辿って残していくんじゃないかなっていうのは思いますよね。なので、まとめチャンネルさんが相変わらずかかってたな追い切りってやっぱ言ってますよね。やっぱ追い切りはこの馬、調教みたいなこの馬って基本的に買いたくなくなりますよね。あと、もう一頭の重賞勝ち馬レイハリアですよね。はい、前走青いステークス勝ちと、先行力もありますよね。で、前走ね、一応よかよか倒してますけど、そのよかよかが先週重賞勝ったこともこの馬には追い風になりますよね。はい、まあ、あと同じ3歳牝馬でも G2 と G3、 そうか、青いステークスは重賞の格付けなしやから、その同じ3歳牝馬でもメイケイエールよりも1キロ軽いっていうのはちょっと注目ですよ。ああ、なるほど。51、最軽量で出れますもんね。これはちょっと注目ですよね。はい、先行馬どうなってます、展開。先行馬はあんまりいない。あんまいなくないですか。おお、これやったらレイハリアが花切るか、もしくはもうメイケイハリアが千人でも行ってしまう、メイケイエールが千人でも行ってしまうかとか、そんなのありますよね。いないですよね。先行馬少ないですね。ねえ、これ前有利だってね。いや、これやったら、まあ、レイハリアか、もしくは、まあ、ロードアクアも2走前とか33秒6で行ってるから、ロードアクアとかもちょっと高枠引いたら話をしてくる可能性もありますけど、まあでもそんなに速くならないですよね。だってこれ一番ポイントは函館スプリントステークスのビアンフェがいないことですよ。ねえ、なんでいないんですかこれ。ビアンフェなんでいないんやろ。ねえ、ほんまやわ。セントール行くんですかね、わかんないけど。
ビワフェなんかここ出てきて優勝狙ったらいいのにね。ねえ、勝ちそうなのに、うん、こんな前がいいんかったら。そうですよね。うん、なんでビワフェおらんの？先頭、うん。まあまあ、あの、まあ、いない馬の話はしてもしゃあないんで、まあ、レイハリアでも展開面の恩恵はありそうですよね。はい、51キロっていう軽量もありますし、もちろん有力かなっていうふうに思います。はい、まあ、この馬もダートで、まあ、道あるですけど、ダートで買ってきたり、あと芝の道あるも買ってきてるので、いろんな馬場で買ってきてるから、北海道の洋芝は初めてですけど、まあ、おそらくこなすんではないかなっていうふうに思いますよね。はい、はい。あと、まあ、函館スプリントステークスで言えば再先着しているのが、ミッキー・ブリランテで、まあ、ミッキー・ブリランテ、ジョー・アラビカ、勝地と出てきてるんですけど、3、4、5着は出てきてるんですけど、勝地は58キロがやっぱ嫌ですよね。はい、ああ、なるほど。はい、あ、まあ、勝地、ほんま前走で復調を見せたんですけど、58キロが嫌ですよね。それを見たらね、まあ、ミッキー・ブリランテ再先着なので人気するのは分かるんですけど、ジョー・アラビカって、もう村じゃないですか、成績が。だってこの函館スプリントステークスで4着する前だって、ヨドリ短距離ステークス、これ一番人気で12着とかで負けてるんですよ。これ村なんですよ、この馬ね。だからこの馬って、この馬の買い時って人気ない時ですわ。なので、まあちょっと展開面は函館スプリントステークスよりも、ちょっと嫌味はありますけど、ジョー・アラビカは強いメンバーでも通用するっていうのは今まで示してるだけに、ちょっとまあ穴で買いたいです。はい、あ、マスターさんありがとうございます。毎週楽しみ楽しみに見ていますと、昨日の札幌記念と12レースで儲けさせていただきました。ありがとうございます。いや、どうもこちらこそありがとうございます。ナイスパレでございます。ナイスパレでございます。どうもありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、うん、まあ函館スプリントステークス組はそれかな。で、去年の函館スプリントステークスを強い勝ち方したダイヤトニックがいるじゃないですか。これどうなんですか。好きな11ヶ月ぶり、どうですか。はい、一度使った方が良さそう、うん、って言ってますね。なんで、一度使った方が良さそうか、はい、まあでもね、この函館スプリントステークスを去年58キロで快勝した時には、この馬 G1 まで上り詰めるんちゃうかなまで思いましたから、うん、まあその後、ね、散々な成績に終わってますけど、リフレッシュ効果はちょっと注目したいですよね。うん、あと、まあ去年の覇者で言ったら、このレースの覇者は18ガールなんですけど、まあ去年って、まあ重馬場、雨降って重馬場で、あの時計の決着は1分10秒6だったんですよね。まあ18ガールはやっぱ時計のかかる方が嬉しいんで、まあ雨がなかったとしても、うん、9秒台ぐらいにはなってほしいと思ってる馬なんで、やっぱ今の量やったら時計はちょっと足りんですね。なので、この馬はやっぱ雨降ってほしいですね。なるほど、はい。いやいや、よく考えたら、あと UHB 配組は、うーん、アヌアープラもいないですね。なんかもうよくわからんな。大勢アベニールと、カイザーメランジェとヒロイックアゲインはいますよね。はい、いや、カイザーメランジェ驚きましたよね。うん、まあ1キロ今回金量増えるのは嫌ですけど、前走だってこの前は7ヶ月ぶりの休、まあ、6ヶ月半の休み明けでしょ。叩かれた上積みなんか絶対あるし、いや、これカイザーメランジェは、まあ、ちょっとだけ怖さあるな。ね、うん、まあ、ヒロイクアゲインはね、やっぱ金量、まあ、このまま1キロ金量増えるけど、前走のレース運びって完璧やったから、あれ以上はちょっと、あれ以上求めるのはどうかなとは思いますね。なるほど、なるほど。前走、ヒロイクアゲイン、私、本命でこの馬から馬券買ってたけど、いや、あれで馬券絡まれへんのはちょっと寂しいなと思って見てました。あ、なるほど。うん、このメンバーやったら、星雲構成がいくかもな。まあ、今ダッシュ力があるかどうかはちょっと別としても、星雲構成ってもうね、例えば4走前とか10、33秒0とかで花切ってるまで、行こうと思ったらいけると思うんで、そうですね。うん、いやー、ソロユニットって分からんすよ、こんな。分からん。うん、芝適性分からんすね。うん、まあ、エーデルワイス賞圧勝、エーデルワイス賞で中央の馬を出る馬なんです、出るレースなんですけど、はい、このレースって、まあ、この馬が一番人気してるように中央馬のレベルがだいぶ低かったんですよね。ちょっともう一回見ますわ、はいはい、私予想してるから覚えてるから、ね、
そうですね、この時まあソロユニットは一番人気で後続ぶっちぎって圧勝してるんですけど、まあまあこの馬が同泳馬がまずあの中央馬が来るあの交流競争で地方馬が一番人気になってること自体が異常事態じゃないですか。それでぶっちぎって勝ってるってことは中央馬のレベル相当低かったんですけど、まあねえ、まあ、それでもそれを差し引いても一応、3歳馬で門別のダート戦の頂点に立ってる馬っていうのは納得はいきますけど、芝こなせるかどうかっていうのはな、まあそれこそ18ガールの時の話したように道悪になってくれた方がいいと思いますけどね、うん、コメントとかないでしょう、どういえばのコメントは当日版なら乗らないから、ちょっと何とも言えん、あかんとも言えへんしいいとも言わねん、ちょっとなんやっぱ物が物難しいですよ、うん、あとはそうですね、まあ、あんまり私はこういうのもう難しいと思っちゃう人なんで、うん、まあ、あのマイケルア マイネルアカネミーとアルケミー、あの マイネルアルケミーとあのロードアクアって、これ TVH 杯で構想してる2頭があの UHB になってボコボコに崩れたわけなんですけど、はい、まあ、それに、はいはい、それによって一気に人気が落ちるんであれば、ちょっと前走の敗因がはっきりせえへんなという話をしてましたけど、うん、一気にこの2頭が人気落ちるんであれば、はい、逆にちょっと注目したいです。そうですね、うん、ビリーバーね、ビリーバーね、ビリーバーはそう言ったらアイビスサマーダッシュで去年3着やったんですよ。それが今年はこんな11着とかに負けて、はい、言ったら去年のアイビスサマーダッシュで馬券絡んでから1回も馬券絡んでないでしょ、うん、ちょっとやっぱもう終わってきてるんちゃうかなって思うね、思ってしまうよな。そうですね、うん、あまりにも金層ないように、あの、うん、良さがないわ。そうです、難しいなこれ。そのとこかな。はい、ありがとうございます、うん、はい、いやほぼ全部語っていただきましてありがとうございます、はい、はい、以上、札幌日曜日ですね、11レース金ランドステークスの月曜日段階での展望でした。ありがとうございます。では続いて、はい、新潟2歳、はい、新潟2歳ですね、うん、新潟2歳ステークスいきましょうか。芝の 1600m G3 ですよね、はいはいはい、まずあの、まあ、新馬戦も、まあ、もちろん全レース解雇なんで、あの、はい、もちろんここに出てきた馬たちの全部のレースを解雇してるわけですけども、素晴らしい、ありがとうございます。それ自体ですごいですよね、まず。いや超すごい、だってみんな分かりますもんどんな馬だったか、おかげさまで本当に。だって、はい、2歳の重賞とか、これこの過去のレースを全部見てない人とかでも馬券買うようなレースですから、いやこれを全部見てる皆さんは多分相当有利ですよ。様々ですわ本当に。まあアライバルだいぶ褒めましたよね、うん、まあルメール騎士ってね、よくねハービンジャー3区のことをコメントするときに、ハービンジャー3区なので瞬発力はないってめっちゃ言うんですよ、はあはあ、あの人ね、その父親 あのレース後のコメントで、ハービンジャー3区やからこんなババが良かったとかすごいそれ言うんですよね、はあ、でまあそういう面は確かにね、やっぱ懸念材料になりますけど、でも実際前走を東京で33秒7って上がり使ってるわけですからね、うん、あと新潟の天気、新潟の天気、うん、お願いします。これは日曜ですね、一応ね午後から 60% とかになってますけど、あ残念、ちょっといいところで見たいなこれ、まあ、だからちょっと、はい、まあでもそういう意味でアライバルって前走やや重やし、はい、あの道悪になるのはいいと思います。まあ、逆に言ったら パンパンの量で前走の33秒7よりももっと早い上がりを要求されたらどうなるかっていうのはちょっとありますけど、まあでも、うん、まあそれをね、まあ言うのはちょっと重箱の積み積むくんみたいな感じで、一応前走の決め手は優秀ですよ、うん、あとそうですね、いいメンバーです、オタルエヴァーね、うん、はい、あのコリエンテス、まあ言ったら評判マンのコリエンテスをぶっちぎった馬ですよね、うんうん、まあ前半サンハロン36秒0やから、まあまあマイペースでもちろん運んでますけど、でもそれでも上がりを33秒5でまとめたところを見ると1回の逃げ馬ではありませんよね、はい、上がりのこの33秒5っていうのは全部のレースを見てもここに出てる全部の馬の一番速いんじゃないですか。おお、うん、確かにそれは注目すべきでしょう、うん、ね、速いですよね、うん、
そっか、確かにルメール、これ乗りに行くんか。へえ。そう考えたら結構すごいです。だってそうですもん、北海道にいたんですもんね、確かに。ああ、いや、アライバル、アライバルに相当評価、あの、高い評価してますよ。でもそうっすよね、確かに。札幌に行きましたもんね。うん、なるほど。あと、そうですね。シンバガチだったクレイドルもそこそこ人気するでしょう ね。そうですね。クレイドルもこれ、まあ、着差わずかに首ですけど、あの福永騎手だいぶ褒めてましたよね。うん、うん、強かったですよ。レベル高かったと思うんです。だってこれレディ、はい、そうね、これね、でもただ言いたいのは、その後レディナビゲーターが2戦目圧勝しとったらこの馬の評価グンと上がるけど、負けたでしょ。そうですね、まあ、ちょっとそれは嫌ですけどね、うんうん、ちょっとそれは嫌やけど、まあまあ、あの評判馬を倒したっていうのはありますよね。ね、うん、この馬の場合はね、その、まあ、先ほど言った前のアライバルとオタルエバーは上がり33秒台を使ってるんですけど、この馬は34秒3なので、はい、まあ、言えば、33秒台が使えるかどうかっていうのは一応ありますよね。はい、まあ、だから道中のはちょっとある程度流れで行って流れてほしいなとは思います。でですね、他の馬で言うと、まあセリフォですよ、セリフォス、セリフォス、私はセリフォスから買いたいなと思って見てます。誰ってセリフォス、セリフォスです。おお、なるほどね。うん、うん、これだってあれですよね、その2着の、ベルクレスタって優勢の第一指名馬で、はい、その次のレースで圧勝したもんね。ぶつ切りました、はい、だからそれをまあ言ったら勝ってる馬っていう意味ではいいですね。うん、そうですね、うんうん、確かにね、まあ中京から新潟に変わっても同じ左回りやし、まあ、うん、直線の長いコースでも一緒、まあまあ言えば重箱の積みをつつくと、まあ、クレイドルと一緒で33秒台使えるかどうかっていうのはちょっとありますけど、そうですね、まあ、そこですよね、うん、まあ同じような意味ではスタニングローズもそうやと思うんですよ。スタニングローズこれも評判馬で、新馬戦負けてしまったけど2戦目距離伸びて戦力になって、しかも外回りコースになって良さ出て強かったですけど、でもこれもメンバー中最速流れ使ってるけど35秒4なんですよ。遅いじゃないですか。ああ、はあ、だから、まあ、33秒台まで短縮できるのどうなんっていうのはありますよね。森厩舎の新馬二頭出しってすごいですね。森厩舎はね、あの、まあ、言ったら藤田さんの馬のデビュー戦だって格上調整してきたり、これようやるんですよね。ね、これようやるんですよ、うん、ね、人多います、ね、サイード距離延長組めたサイードどうでしょう。まあその次のレースでザウリが負けたよな、これな、うん、負けました。だからそれがちょっと嫌やけど、はい、まあでもザウリが逃げ切りを決めんところ決めようとしてるところをこのまま差し切った内容は強かったのは確かなんで、はい、あの、まあ戦力の距離が分からないですけど、でもね、これあの角田調教師のコメント、ジョッキーは距離はもう少しあった方がいいってコメントしてるんですよ。なんでこれはちょっと不気味ですよ。うお、あとクラウンドマジックってこれ注目馬じゃないですか。クラウンドマジックは今開けてますけど、注目馬ではないです。注目馬ではないんか。オタルエバーは注目馬です。これもね、これもでもラックスパラディがその後勝ってないでしょ、うん、でもラックスパラディがもう完全に押し切らんとしたところ、変なところから来ましたからね。すごいところが来ましたから、これは決め手はあるなって思います、はい、まあやっぱ重い、あの中京なんでね、33秒台って走破で出ませんけど、うん、まあでもこれも直線の長いコースでのは合ってると思いますから、うん、はい、ちょっと、まあ、このレースぶりが荒かったっていうのはちょっとね成長を見せてほしいけど、うん、怖さを感じますよね。5着馬は勝ってますね、このレース。今ちょっといろいろ調べてます。ジャスブルー5着馬なんで、クレイドルは3着のリアグラシアと4着の コムストックロードが勝ってますね、うん、だからまあまあそれなりって感じです、うん、まあね、最近のラクスプラディはなかなか勝ってないですね。私もよく見てるんですけど、うん、もうそんなとこですかね。皆さんそんなとこですかね。まあまあ、だってさっきもね、皆さん言ってくださったみたいに全レース解雇してるんで、気になったらぜひアーカイブ見てください、うん、全部宗弘さん言ってくださってるって、特に勝ち馬なんて絶対喋ってくださってるはずなんで。そうよそうよ、はい、うん、なんでぜひ気になったら
はい、あのアーカイブをそれぞれ見てくださいというすごいまとめ方ですけれど、いや楽しみですねこれ結構、うん、はい、まあそうだとっかな、はい、ところですか、うん、はい、ということで1戦だけより2戦以上有利ですか、いやーそれも難しいですね、キャリア、あのね、キャリアの浅い戦い同士ではキャリアを積んでることがマイナスには絶対ならないです。ただですね、ただですね、そのキャリアを積んでるっていうのもなぜキャリアを積んだか、なぜ負けたかが大事ですね、うん、その負けた理由を、ま、キャリアを積んでるってことはだって2連勝の馬いない、ま、負けてない馬いないわけじゃないですか、あの1戦1勝以外で、2戦キャリアを積んでる馬っていうのは絶対負けてる馬じゃないですか、うん、でその負けてるのがなんで負けてるかを追求してください。その内容が度外視できるものであればその分キャリア積んでるのは得です、うん、そういう見方にしてください。はい、なるほど、まあ、いたずらに数を使ってるのはダメだと、そういうことです。以上です。はい、ありがとうございます。以上、月曜日段階での新潟2歳ステークスの、はい、展望でした。ありがとうございます。では、最後ジャンプですね。はい、小倉サマージャンプ、はい、小倉サマージャンプ、芝の 3390m の JG3 ですね。マサハヤドリームが前走、62キロを背負って勝ったんですよね。で、まあ、ここらも、まあ、勝ってはないですけど0200で今回60キロで出走できる、これは熱いですね。で一方ですね、もう一頭の人気になる浅草元気ですね、これは、うん、前走下した鈴鹿フューラーがその後、まあ、先々週か道悪の中でも関係なくぶっちぎって勝ったと、はいはいはい、まあはい、あのその時、まあ、鈴鹿フューラーが、まあ、今強くなってる最中やからっていうのもありますけど、でもこの時も浅草元気って鈴鹿フューラーより重い61キロ背負ってるんですよ、うん、でその61キロ背負ってオープン勝ちして叩いてここっていうローテーションは、これはもう前走使う前から決まってたことだと思うんですよね、はい、なので、はいはいはい、言ったら前走以上の上積みっていうのは間違いなく期待できますし、60キロで走り慣れた小倉であれば十分ね好勝負できていいじゃないでしょうか。うん、はい、あ、ムリオさんなんか画面が消えちゃいました。あ、はい、はい、多分孫悟文雄さんあれですね、未勝利を勝った馬が勝ってるって意味なんで、未勝利で馬じゃなくて未勝利を勝って、新馬じゃなくて使って勝った馬が勝ってるっていうコメントだと思います。孫悟文雄さん、森久社の未勝利未出走の馬が勝ってるとかそういうわけじゃないです、はい、でですね、皆さん少しお待ちください、うん、はい、お帰りなさいませ。ではい、戻ってきました、お願いします。はい、いやでもね、熊沢記録もかかってるのか、なるほど、浅草元気は相当有力ですよね。どういう、多分最年長重賞じゃないのか、あれ違います、何でしたっけ、いや最年長は柴田でしたっけ、なんか多分重賞何勝、熊沢騎手の重賞記録って何なんですか、最年長障害重賞か平地と障害足して何勝とかそんなじゃないですか、私はちょっとすいません、はい、なんかでも聞いたような気がします。障害通算。なるほどね。何勝。ちょっと見よ。見た方が早いな。土曜日。ああ、ここらの天気も見てないな。障害最多勝か。障害最多勝。ここらもね、もうずっと 40% とかで曇りとかやから、まあ、これから天気予報どう変わるかはしっかり見ていかなあかんですね。なるほど。障害最多勝ってことは勝つたびにそれってどん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 更新されてるってことでしょ、まあ、重賞に限らんってことでしょ、障害通算勝利数、うん、そうなんですか、障害通算ってことは、あ、なるほどね、あ、まあ、言ったら未勝利を勝ってもそれは更新されるわけですよね、なるほどね、あ、なるほどなるほど、はいはい、OK です。253勝、うん、あと、うんうん、続き言うと名勝内でね、これ前走、うん、まあ、オープン勝ってますけど前走、ね、G3 でこれ結構なメンバーやったじゃないですか、はいはいはい、まあ、あの時あの東京ジャンプステークスって前に行く前にちょっと厳しい入れ替わり立ち替わりの展開になって、まあ、させるこの馬にとっては展開の利はあったのは確かですけど、でもこの馬も言ってもキャリアまだ6戦しかなくて未勝利勝ったあと2走でオープン勝って、その後の G3 でいきなり3着でめっちゃ力つけてるでしょ、確かに、うん、まあ、これも人気するのは分かりますわ、でしかもそのマサハヤンドリームとか浅草電気元気とまだ戦ってないけど前走のメンバーを見たらそれよりも強かったやないかって言えますからね、頭まであるっていいんじゃないですか、うん、なるほど、うんうんうん、鈴鹿プレスとか
鈴鹿プレストはね、3走前の京都ハイジャンプ、これ3930というかなり長い距離の道を歩くというタフな条件を得意にしてるんですよね。なので、はい、なので3390ではちょっと物足りひんねんけど、まあでもそれでもここに沿って、3100とか3100で4着5着としてるじゃないですか。まあ雨の影響は加わる方がベターです。はい、おー、なるほど。あと、そうやな、まあ、マイネルプロンプトな、前走内容を見ると、ちょっともう終わってきてんのかなっていうのはあるけど、まあまあ、もうちょっとぐらいは見たいけど、ちょっと前走内容はあまりにも残念すぎたな。前走、好勝負になると思って見てたんですけど、はい、あんまり、まあ、着差は 0.9 でそこまで大きくないにしても、なんか見せ場らしい見せ場は一切なかったんですよね。前走、この馬から馬券買ってたから見てたんですけど、ちょっと見てて、がっかりしたから。そこからの上積みがどんだけあるんかっていうのはちょっと思いますけど、まあ一応調教師は前走内容が物足りなかったので中間はコース調教も取り入れてるって、まあ言ったら攻めを強化してるってことなんですけど、まあどこまで変わるかっていうのはちょっと思いますよね。はい、まあ、この辺が変わってきて食い込むと後輩の試合になりますけど、まあ、あと後期調査か、まあ前走高木翔さん、その浅草元気 あの同じレースで、まあ、1秒負けてますけど、こちらの方が1キロ重かったんですよね。で、はいはい、まあ、叩いてここっていうのは、まあ、浅草元気も一緒ですけど、まあ、62キロっていうのは結構やっぱ重いですからね。そういう意味では、叩いての上積みがどんだけあるかによって、その浅草元気との前走の着差っていうのは詰まって当然やと思いますからね。ちょっとまあそういう意味はでは注目する、資格はあると思いますよ。セプタリアン、まあ一戦一勝で全然もう分からないですけど、今回もいけそうなんやからどうかな。うん、なんかいけそうなムードは、まあ、浅草元気も点から競り合いはせえへんから、いけそうなところはありますよね。まあ、前走勝ったのが道悪で、ちょっと、全く海の山とも山のものと分からない面はあるけどでも短期でスムーズにいって後ろが追いかけてこうへんかったら怖さはありますよ。はい、そんなとこかな。ビーオールアイドはどうですかっていうコメントをいただきますけど、いや前走鈴鹿フィューラーにちぎられてるじゃないですか。まあでもこれを道悪のせいっていうふうに言うんであれば、でもやっぱちょっとな、はい、まあその前走道悪のせいっていうのにはっきり言えるんであれば、鈴鹿フューラーとそんなに力さないっていうんであれば、まあまああれですけど、鈴鹿フューラー自体も前走道悪が分からんっていう中での圧勝劇やったから、まあ、ちょっと力的にどうなんかなっていうのはありますね。その辺ですかね。はい、はい、というわけで、はい、以上月曜日段階でのここら様ジャンプの展望でした。